グローバルドリームプロジェクト。優れた知財をオープンにすることで新たなパートナーとの出会いを求めています。世界を目指して社会に貢献できる新しいビジネスを創出しましょう。プロジェクトの立ち上げを機に取り組みのイメージを共有するため座談会を開催しました。知財の開放を決めた山本化学工業の山本富蔵社長、起業家への支援でアドバイスをいただく他力の中村隆社長、そして司会はテレビ大阪デジタル新規事業部の増田久志。新しいパートナーとの出会いに向け熱い議論が交わされました。座談会テーマ、グローバルドリームプロジェクトを大きなチャンスに、起業家が成功する条件とは。起業家を支援しようと思ったきっかけって何でしたか？確かに。ここからいきましょう。そうですね。もともと実は小学校の時からウェブサービスを作ってて、友達いなかったんでずっとパソコン触ってて、でもその時からなんかそのまあアフィリエイトとかメルマガとか含めですよ、もうなんかそういうのをやったりしてたんですけど、でその後にまあ大学入ってカンボジアに小学校を作ってて、2つぐらい小学校を作って気づいたのが、なんかこうやっぱり社会課題解決するとかビジネスするとか、そういうプレイヤーがこう増えていかないと、こうなんだろうな、それこそ困ってる人って減らないなみたいなのはやっぱりすごく思ってて、ただプレイヤーを増やすことをお仕事にしてるところって結構少ないんですよね。行政とかばっかりで、まあとか投資家みたいなファイナンシャルリターンありきの存在ばっかりで、民間でやってるところがすごい少なかったので、じゃあそのまあプレイヤーを増やすっていうのに私は回ろう、自分自身がプレイヤーとして今までやってきた分、それはもう今度はプレイヤー支援する側に回ろうと思ってやり始めたっていうのが今の会社です。カンボジアの学校の話気になりますよね。作ったんですか？作りました。2つ作りました。1人で？どういう協力で？座組というか、あ、一応主導者として作ったんですけど、その建設はもちろん大工さんに協力してもらうし、お金集めというか日本で、まあ、なんか例えばイベントとか人材系のなんかこうなんだろう、お手伝いとかをしてお金をもらうみたいなのをやって、募金活動とか一切せず、そういうなんだろう、チャリティービジネスみたいなのを、利益は全部建設費用に回すみたいな感じで1年半ぐらいお金貯めて、でそれをその日本のでカンボジアで活動している日本の NPO と協業して、現地に小学校を建てるっていう感じで、でそれはもう公立小学校として運営されない、私立だともう常に金を流さないといけないし、で金流しててもどこでこうなんだろう、なんていうか取られるか分かんないので、結構汚職が激しい場所なんで、まあもう教育庁と連携して本当に地元の公立小学校として作らせてもらうみたいなのを2回やりました。なんで3年間ぐらいやってました。その友達がいないから、そのところからカンボジアだいぶ飛んでません。確かにめちゃくちゃ端折りましたそうね。でもそうですね、もともと多分 お商売というか、何かしらサービスを提供してその対価をもらうみたいなのはすごい好きだったのと、あと何かしらサービスを提供して誰かが喜んでくれるっていうのはやっぱすごい幸せなことだなってずっと思ってるので、そういうことをなんか多分いろんな方法でやってきたんだと思います、ちっちゃい頃から。やっぱこういうこう今山下さん、中村さんおっしゃったみたいなあれですよね、そのなんていうかこうなビジネスをする人を支援したいみたいな人ってやっぱりもっと増えてほしいけどここがなかなかこうビジネス化するのは難しいですよね、おそらく。おっしゃる通り、はい、難しいですね。あ、まあ私もまだペーペーなんであれです、それこそ山本さんの方がご存知だと思うんですけど、あえて一般校を探すと多分やめないことですかね。それこそこういういろんな、ね、情勢、社会情勢とか、まあ、災害
壁とかがあって、でもちろんその内的要因でもいろんなトラブルもあるし、ハードシングスと呼ばれるものもあるんですけど、なんかそれそんなん当たり前にある中でもやりたかったら、まあいつか何かしらできるとは思うので、本当にやめないことだと思います。よく喧嘩の話するんですけど、喧嘩で負けない人は負けたことに気づかない人だってよく言いますけど、それでも起業家もまさにそうだと思います。負けばっかり、いや私だけかもしれない、そんなことないですか。いやいや、まあ負けてる方が多いですよね負けてる方が多いけど、まあ言われる通りですな、ひょっとしたら、本当に負けたことに気がついてない失敗したと思ってない、そうそう、でもね、失敗したと思わないのは大事なことだと思いますよ、そこは、僕はね、高校時代からこう少林寺拳法やって、あ、そうなんです。でその最初の、まあ、開祖の一番第一世の館長の先生がね、喧嘩をしてね、まあコテンコテンにやられて、ね、負けたと思うなって言われたんですよ、ね、また次仕返しすりゃ勝てる、で負けるということは殺されたらもう仕返しができないから、その時は負けだけど、殺されてなければそれは負けたことにならんっていうようなことを、そんな高校の時にね、なんかそういうことを言われてね、まあ若いしそうかとか思ったよね。でそれからこう今に至ってるから、もうおそらくね、失敗してて周りからしたら、あんたもう失敗してるのにそんなことをやってて思ってることあるかもしれないけど、本人気づいてないかもしれない。そう、死ぬまではまだ、まだ大丈夫って、まだ大丈夫って思ってるからねやらずにはいられないってすごく大事な条件だなと思って、起業家として、なんかまあそれやらなくても生きていける人って多分他のことの方が楽しい可能性があって、なんか本当に辛いこともたくさんあるの分かってるけど、やらずにはいられないとか気づいたらそれ考えてるみたいな人が多いじゃないですかね、多分。まあなんか、なんていうかな、長く僕らもこう仕事をしてきて、はい、今になって分かることですけどね、はい、それこそその時すごくもうそれはね、仕事で失敗が起こればその時はもう死ぬぐらい辛いってみんな思ってると思うんですよね、でもそれが経験になって、今度同じような目に遭うと今度は辛くないんですよね、それどころかその対処方法がもう学習してるから、あ、こうなった時にはこうすればいいんだっていう対処をするでしょ、はい、それがこうやっぱり積み重ねになって、そのやっぱ長野さん言われるようにやっぱり諦めないでやっていくっていうことが、やっぱりそこ、それが何て言うのかな、まあ、キャリアになるというか経験になる、だからやっぱり言われる通りで、諦めなければまあそれが一番だからね、それはそこで諦めるのはやっぱりなんか他に やりたいこと別にあるんですよね、それは多分そう、男女比どれぐらいですか、今まで出会った。いや、もう圧倒的に男性ですね。女性だったら、もしかしたら50もいないかもしれないですね。いや、さすがに50はいるかなっていうぐらいです、まあ別にそこに特徴はないですか、その女性を応援したいとか、そういう思い、そこよりは企業全体ですか。ないですね、なんでかっていうと、私たちの世代って結構もう男女平等当たり前の世代なんで、その女性の先輩経営者の方々が結構勝ち取ってくださったというか、もうすでに女性のキャリアみたいなの、なんでもう男性側も女性側も特にそこに対しての意識あんまないんですよね、フラットなんで。だからそう、わざわざ女性を支援しなきゃっていうのも自分で思ったりすることはないですけど、まあ、やっぱりその本当に経営者の先輩方が、女性の先輩方がよくしてくださるというか、やっぱりちゃんと女の子を応援していきたいみたいなのをおっしゃってるくださる方もいます。まあ、私はあんまないです地域的にはどうですか。いや、地域の方がもしかしたら多いかもしれないですね。そのうちの弊社でやってる業務の中で一つ投資業務があるんですけど、投資家界隈は本当にいなくて、でスタートアップ系のカンファレンスとかに行っても
会場で多分800人とか1000人とかそんぐらい入る箱にいて5人とかですね。女性ね。女性経営者とか女性の投資家とかが、なんでまあ少ないですし、うん、私は増えた方が楽しいなとは思うんですけど、やっぱり価値観が多様な方がいいし、なんか楽しい、女子校出身なんで楽しいんですけど、まあ京都は結構多いですかね。特に若い学生さんが多い町なので、女子の、まあ一概には言えないけど、女子の学生さんは賢くて活動的な方がすごい多くて、うちの会社もインターンとか全部含めたら半分ぐらい女の子です。日本のスタートアップが盛んと言われている町が、まあ、ダントツ東京なんですけど、福岡の博多ですね。福岡 と、大阪が一応次に次いでます。で、京都はもともと研究が盛んなんで、バイオとかライフサイエンスとかで、そういう文脈も含めて京都もスタートアップ支援頑張ってるのと、あと沖縄とか最近だとなんだろう開発の枠組みなのか何なのか分かんないですけど、なんか力を入れてたりしますね。沖縄に行って起業じゃなくて沖縄の人が起業、どっちのパターンですか？どっちもあります。ただすごい支援してますね。例えば沖縄で創業したりとか、そこで沖縄の手に住んでる方を従業員として入れるとめちゃくちゃ補助金が出たりとかあります。こうリアルな世界じゃなくてリモートの世界になってくると、地域あまり関係なくなるから、本当にこうどこで働くかって、本当そうだと思いますね。どこで働くか、まあでも東京の方々もね、結構行ってらっしゃいますよね。自分はもう東京にいなくていいから、とか地方で半分ぐらい暮らそうかなとか、まあでも依然としてやっぱ出勤とか移動はつきものだとは思うので、どんな商売にせよ、結局あんま変わらないかもしれないですね。まあ私たちの会社が基本的に社会起業家というか、社会課題を解決することを大切にしている会社とかビジネスを応援しているので、それでいうとやっぱみんないいことしてるなって思うんですけど、一番印象に残ってるのは何だろうな、そうですね、私がまあずっと本当に創業前から見てた起業家が学生の子だったんですけど、その子は、まあ、起業家というか、とあるサービスを作ってセクシャルマイノリティの方々の偏見をなくしたいみたいなのがあったんですけど、その例えばレズビアンとかゲイとか、そういうなんだろう、いわゆるセクシャルマイノリティの枠組みもあれば、なんか例えばどっちも好きとか、男性も女性どっちも愛せるとか、なんかたまに自分は体は男だけど女の子っぽい気分の時もあるとか、なんか実はセクシャリティってすごいグラデーションで、なんでその特定の人だけじゃなくて、本当は人類みんな何かしらちょっとマイノリティな部分を持ってるんじゃないかっていうのを、まあその子は言ってて、だからその自分がもしかしたらマイノリティというか、なんか自分もグラデーションの一部っていうことを自覚すれば、なんか差別ってちょっと減るんじゃないかみたいなことを言ってて、でそれを診断するサービスみたいな、だから自分が例えば体はまあもちろん男性女性みたいなあって、で心の性とか表現したい性とか好きになる性とか、なんかまあいろんなこう自分の性的思考みたいなのを診断できるサービス作ったら、3ヶ月で7万人とか利用者が、でそれ広告費とか一切かけずにたりとかして、そういうのを見るとちょっとずつ世界の価値観を変えてるんだなっていうので、すごい感動して印象に残ってます。そういうところに例えば商品もそういうジェンダーレスみたいなことは本当はあってんですね。なんとなくこう男女向き分かれてますもんね、今なんとなく多くは。そうですそうです、うん、そのサービスで今それこそお手伝いしてたりするのは、なんかジェンダーレスの化粧品、男性もなんかこう身だしなみとして
なんだろう、ちょっとしたお化粧品を使うケースがあったりとかして、でそれをなんかこうそういう会社とタイアップして企画を作るとかやってます。そういう意味で言うとさ、一番最初 その命を守るとかそういうのって男女関係ないですもんね。いや本当に人はどうこう自分を守るかみたいなことに落ち込みますもんね、うん、何らかの意味でやっぱりジェンダーレスですよね、そもそも商品って。最近の特に若い起業家の子ってそのバブル世代と言われる我々の先輩方よりもあんまりなんだろうな、もう建造みたいな感じが意外と少なくて、それもちろん売り上げは大事なんですけど、それ以上になんかこう自分が何かしら貢献できてるかどうかみたいなのところで満たされようとする傾向はすごい強くて、世代が若ければ若いほどやっぱ物には満たされてきたんで、もうこの世代ってなんか別にマイカーも持たなくていいし、マイハウスもそんなに憧れないしっていう中で、じゃあ自分をこう満足するとかいてよかったなって思うことって、誰かにありがとうって言われたりとか、自分が何かしらなんだろうな、それこそ誰かの命を救うとか困ってる人助けることだったりするんですよね。なんでまあそれは本当にまあジェンダーも関係なければ年齢も国籍も何も関係ないとは思います。企業自体がはやはり何らかの格好で社会に貢献をできないと、ね、企業としての企業価値はないっていう、まあ、カチカチの話でいくとそういうのっていうのは、まあ、あると思うんですね、もともと。ただ、うん、じゃあそれを実際の仕事の中でできるのかっていうと結構難しい。で特にね、まあ、大手の会社であれば、ね、会社の中でそういう一つの予算を組んで何かそういうそのイベントをするとか、何かそういう災害が起こったところに大きな支援をするとかっていう、うん、まあ、それが今年 の、その我々の会社のできた社会奉仕ですよって、これできると思うんですよね。でも、まあ、中小企業とかそれ以下の会社になるとそんなの全然できない。そうですね、いいわけで、そうなってくると、まあ、そこでやはりそういう志をこうある程度満足させるというか、それを実際のことにしようとすると、まあ作ってる製品とかサービスとかっていうものが、さっきね山本さんおっしゃったように相手がすごくそれで喜んだね、助かったっていう形になれば、それはもう確実にその社会奉仕をそのビジネスを通じてやってることになる、うん、まあ、これが一番でもやれる規模関係なくできる部分だし、まあ、それをいつもこう頭のこう中の両輪的に考えてれば、あんまりこう逸脱をね、うん、しない、ね、なんかまあ儲けるだけでも、もう人を騙しても何でも OK とかね、そういう方向へおそらくいかんと思うんですよね、うん、だけど、うん、もうなんかね、もう企業はあの儲けるだけってなっちゃうと、そういうまあバランスが必ず崩れてきて、やっぱりそれがその企業としての寿命を短くしてしまうっていう形にはなると思うから、うん、なるほど、ね、だからそういう部分ではいつもそういうことをまあ考える。だから売るという販売を考えている人ところであれば、まあ、どういう商品扱ってその商品が買ったお客様にどういう、まあ、あの役割を果たすかって、まあ、これは考えるべきだと思うんですよね。で我々みたいに製造業も一緒で、はい、それが作った商品がお客さんを泣かすものなのか喜ばすものなのか何なのかっていうことを考えて、やっぱり喜ばすもの、まあとかそれがを使うことによって社会奉仕的な一因要因があるものかっていうのはやっぱ考えてその開発に当たれば、まあ必然的にまあね、貢献度は大きいか小さいかは分からないけど、まあ、社会にある程度貢献する方針のできる、まあ、製品はできるのちゃいますかね、うん、ね、おっしゃる通りだと思います。世に出ない商品っていっぱいあるんですよね。その特に起業家スタートアップの人が考えてる、めちゃめちゃあります。100倍1000倍ぐらいあると思います。どこが問題になるんですか、一番こうまあ、つまずくという言い方ちょっとおかしいか、どこが一番こうステップとして重要ですか。ですね、こう
本当に売れないのか、あるいは若干しか売れなかったのかによってもまたちょっと分かれるとは思うんですけど、多分一番大きい要因は求められてなかっただとは思います。本当になんかお客さんの、それこそさっきの山本社長のお話ですごい良かったのは、目の前に困ってる人が一人いるってことは、もうお客さん確実に買う人が一人いるっていう、はい、ことなんで、でも一人でもいるかいそうだけどゼロ人かは結構 大きな違いで、本当に例えばなんだろう、あってもいいけどなくても困らんとか、なんか別にもっといいもんあったとか、なんか調子合わせて、あいいねいいねあったら買うって言ってたけど実際できたらいらんかったとか、まあなんかそういうケースが一番多いと思いますね。まあ、あと時代が追いついてないパターンとかもあると思うんですけどとか、うん、ニッチすぎるとか、あと買う人がお金持ってないとか、あのなその貧困家庭支援とかをやってる子とかはありがちですけど、もうただ一つでやることはどうやったらお客さんが喜ぶかなんで、それで例えば上場しようと思うとまた別の手段が必要ですけど、まず売るっていうことだけを考えるのであれば、本当にその、まあ、私たちはユーザーの課題解決みたいな言い方をしますけど、ユーザーの課題をどれだけ解決できるかどうかだけだと思います、最初考えることは。でそれでお金を持ってないユーザーであれば、別にその人たちが喜んで嬉しい第三者というか第二の受益者っていう呼び方をするんですけど、を探すか、あの NPO としてそれこそ非営利で、まあ、例えば寄付で事業を回すとか、まあ、いろんなやり方はあると思うんですけど、っていう感じです。